特目主義とは、道徳を正義、勇気、親切といった特目として列挙し、それらの特目の一つ一つを教えることによって、道徳性が形成されるという考え方を言う。特目主義が道徳教育において有効となると考える前提には、道徳や特目が時代や社会、宗教を超えた普遍性を持つという考えがある。そもそも特目は先人たちが歴史の中で、 よりよく生きるために編み出してきたものである。したがって、各々の特目を丁寧に見ていくことで、道徳的態度を養うことができる。利点としては、目標が明確であることから、組織的、計画的で、かつ簡素な形で、児童、生徒に指導できることが挙げられる。欠点としては、特目の持つ、抽象性、概念性が、児童、 生徒の実生活から有利してしまうこと、児童、生徒の行動を上から規制してしまいがちであることが挙げられる。日本では道徳の実質的な前進である、終身化で、特目主義の傾向を強く見て取れる。教育直後が出される以前から、終身化は存在していたが、王家主義と国粋主義の間で、道徳教育は揺れ動いており、方針は一定していなかった。こうした、 混乱状態は、1890年10月30日に教育に関する直後が間発されたことで収束した。翌1891年12月には、小学校修身教科用図書検定標準が発表され、これに基づいて3年間におよそ80種類もの修身教科書が発行された。これらの構成はすべて最初に特目を掲げ、 次にその特目を具体的に理解させるための令和や、空和が置かれるというものであった。1903年4月の小学校令改正により、教科書の国定化が行われ、協調点の変更は見られたものの、構成に関しては変更されず、第二次世界大戦の終結まで特目主義の系譜は維持された。2002年4月、文部科学省は、全国の小中学校に、 心のノートという補助教材を無償配布し、道徳教育での利用を促した。この教材は、教科用図書検定を経ることなく上位化達で、配布された事実上の国定教科書として非難する声が上がった。扱い方の違いこそあれ、国が求めている内容項目という特目に沿って教材が構成されていることから、特目主義と言える。 例えば、小学校3.4年生用の心のノートには、過ちを宝としようというページがあるが、これは小学校1年生用の第3期国定教科書の過ちを隠すなに告示している。ただし、校舎が教えさとす題材として扱ったのに対し、前者は解決策を考えさせるようになっている点で異なり、心理主義的な手法が取り入れられている。 ありがとうございます。